すぐわのサムネ。すぐわのサムネ、今回はですね、過去作品スタンリー・キューブリック時計仕掛けのオレンジあらすじを手書き紙芝居のサムネを書き直そうということですね。もともと今現在のサムネはこちらです。なかなかね、いいと思います。この何サムネのイラストはね。なので、これを軸にこれと同じような感じで書こうかなというふうに思っているわけですね。だから今回はこのクロックワークオレンジのところもまあ綺麗に定規で使って書こうかという感じでやっているわけですね。結構苦労してやっているんですけど、皆さんはご存知ですかね、この僕の時計仕掛けのオレンジの紙芝居動画はですね、紙芝居動画だけじゃなくて解説動画もなんですけど、収益化無効にされてるんですよ。よろしくないと。内容的にね、まあ分かるっちゃ分かるんですけど、特に紙芝居は結構書いてますし、ほとんどの広告主に適さない内容の動画ですとか言われてね、収益化の広告がねあまり出ないようになってるんですよね。これ昔も一回それやられて、この動画はでも審査をしてもらったら OK ですよってなったんですよ、かつてね。収益化無効ってなっちゃったんですけどって YouTube に連絡すると、まあ何スタッフによる再審査っていうのがあるんですけど、それをやってもらって、その時は OK ですよと、問題ありませんよってなったんですけど、最近また収益化無効になったんですよね。多分 YouTube の、規定が変わってたことによるものなんだろうと、いうふうに思ってですね、まあもう諦めようと多分無理だということでね、この動画は広告がつかないんですよね。ですのでね、このサムネを書き直すというこの作業もね、いまいちやる気が出ないということは意外となくてですね、っていうかそのことをね忘れてたんですよね、収益化無効にされてるってことをね。それ知ってればもうちょっと手抜いてサムネ書いたかもしれないって。まあそんなこともないわけですけど、字が出来上がってきましたね。クロックワークオレンジ、まあこのあのね、あクロックワークオレンジのあのところに、主人公のアレックスがいるという、まあおなじみの、イラストというか、それをまあ本編というか紙芝居のキャラクターっぽい感じで書いたっていうのがサムネになるわけですけど、結構頑張って細かくやってますね。この頃書いてる時はまだね、これ収益化無効だっていうことを思い出してない状況。これでたくさん見に来てくれる人また増えるといいなーなんて思いながらね、やってるわけですよ。さあアレックスくんの顔を描き始めました。時計仕掛けのオレンジはどうですかね、皆さん的には。あれはホラーなのか SF なのか、まあディストピア感はあると思うんですけど、やっぱ不思議な映画ですよね。でやっぱり僕はキューブリックってコメディ、キューブリックの映画ってどの映画見ても大体コメディっていう感じがね
あってね、そのあたりも結構僕的にはね、やっぱキューブリックが好きなところの理由というかね、そういった感じになってますね。人間はコメディだみたいなね、そんなところがあるんですよね。黒いコメディですよ。でもね、そんな感じがキューブリックの作品からは伝わってきますね。目玉を描いています。この目玉はあれですよ、あの袖を留めるカフス、あれが目玉の形をしているということなんですね。このアレックスがナイフを持ってるとか、この辺も良くないんですかね。今回はこう太いペンで、まあ、キャラクターっぽい感じで描く感じにしてみましたね。ペンの太さは変えずに描いているという感じです。まあ、今回は早かったですよ。描き上がるのもね。ビジュアル、片目だけつけまつげをバンバンつけてるとか、ね、あ、これは口を困ってるってことですね。スタイルというかね、あのファールカップみたいのをつけてそのまま歩いてるとか、あのあたりがね、まあ、コメディ要素があるわ。口が決まって口が全く決まらないですね。このアレックスの世の中全部をバカにしている感じのこの笑みっていうのをね、出したいんですよね。なかなかそれがうまくいかないですね。身近なので有名なところで例えれば、あのデスノートの計画通りのあの時の歪んだ口みたいな、あれに似てる感じですかね。ということで下書きが書き終わりました。まあ、今回は簡単ですね。黒く塗ってやっていくと。まあ、キューブリックが最近ね、いろいろ映画とかもできるとかいろいろあって、映画化断念した、企画だけをした構想とかね、こういう映画の構想とかそういうのも出てきたりしてね、見たかったなーっていう気がしますね。やっぱ特別ですからね、キューブリックはね。あ、目を描き直してます。やっぱまん丸かなという感じでね、なんかいまいち気に入らないなーということで目を描き直したんですね。目と鼻も描き直してますね。キューブリック作品もね、たくさんリクエストもらっていて、やりたいとは思ってるんですけどね、やっぱ僕の中で特別な思いがあって、やるタイミングっていうのがなかなかつかめないんですよね。いつやろっかなって、難しいんですよね。キューブリック作品をいつやるか、どれをやるかみたいなね。まあもちろん全部やろうとは思ってますけど、タイミングがね、なかなか難しいですね。もうほぼできましたね。アレックス、あ、書き終わった後に、やっぱりこっち側影つけようかなという感じで。
影をつけて、他の部分もね影をちょっとつけようかなということをしている感じですね。でもやっぱキューブリックってみんなマイナー監督ではないと思うんですけど、知ってる人はあまりいないですよね。やっぱテレビでやんないからですかね。テレビでできないですからね、キューブリックの映画はね。ちょっと過激すぎるというところがあってね、なかなかテレビでできないし、そうなってくると知名度が落ちてくるという感じがありますよね。でもあれですよ、キューブリックですらかつてね、君の映画は商業的すぎるって言って批判されたとかね、もっと芸術を追求できる環境にある君なのになぜそんなに商業映画を撮るんだみたいなねこと言われてたらしいですよ。でもまあ結局ね、売れなきゃどうしようもないんですよね。映画は商品ですからね、売れないとどうしようもないなということがあると、ということで、いつの間にかもう終わっています。サムネが完成しました。まあ、今回は白いですけど、まあ収益化ももうできないしねこんな感じでいいんじゃないでしょうか。前回今までのと比べるとどっちがいいのかってちょっと難しいところはあるかもしれませんけど、アレックス君のキャラクター的には前の方がね可愛げがあってよかったかもしれないですよね。でもまあこれでいいでしょうということで、時計仕掛けのオレンジの紙芝居のサムネがいずれ今見ているこの絵に変わりますというスグワのサムネ、今回はここまでということになります。チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォローを皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしていろいろ動画上げてますんで、そちらもぜひ見ていただければなというふうに思っております。時計仕掛けのオレンジね、まあ見たことない方っていうのも多分多いでしょうし、見たけどもうはるか見てないなと、もうかなり随分見てないなという方もいると思うんでね、こうやって久々にきっかけがあったら、見てみたらどうですかというふうに思いますね。ということで、すぐはカルオでした。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。さようなら。他の動画でまた皆さんお会いしましょうね。バイバイ。よろしくお願いします。他の動画もね、よろしくお願いします。